シア、ラジオ関西、舞台は東京ピロシキーズです。めっちゃ久しぶりにやった気がすんねんけど、これねえ、なんかしかも今日久々スタジオ、いつものお前、急に映ってる、ね、見て、シワ全然見えない。ほんで何この、なんか犬に囲まれている。今日はそうよ、もらったのよ、これ。これもらったの？もらったのよ。誰にもらったの？またお前のあの男か。誰だよ。いつもアレクサンドラにばっかりお土産を送ってくる男がいるのよ。あ、花送ってくる。花も送ってくるわ。なんかアレちゃんにしか送らんやつ、もう俺恨んでるからな。結構。どこから届いたん、これは？秋田県から。え、すごい。でも秋田県からこれピロシキーズに届いたんですか？そうです。え、すごくない？はい、ね、すごくない？何これ？え、秋田県大丈夫ですか？普段のあの下ネタとか大丈夫ですか？それはすごいね、承知した上で。え、嬉しい。でもじゃあ、そういえば秋田ってあんまり、自分ら生まれはロシア、うん、育ち俺兵庫県大阪、うん、やんか、はい、だからあんまりね、向こうからしたら秋田県って確かにイメージなくて、まああの生ハゲとか、うわー、子供悪いのおらんのかみたいな言って子供を泣かす、いじめるやつ。なんか、あ、そうなの？そうそう、生ハゲっていうの？生ハゲっていうの、なんか悪い子はいないかーって。そう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 。なるほど、なんかそれロシアっぽいな。そうそうそう、それ俺ももっと昔、なんかロシアにもなんかそういうなんかババアみたいなのなかったっけ？ババヤガーって言って、ババヤガー、そのままババア、悪い子を連れて帰ってなんか焼いて食べるっていう。そう、悪いことしたらあかんでみたいな。そうそう、でそれだからロシア人は基本的に子供を恐怖に陥れて教育する手法なのね。で、秋田県もなんかやっぱそういう傾向があるから、ちょっとロシア人としては親近感を感じる。寒い地域ってそんな感じなのかな。なんかもしれない、やっぱ恐怖のどん底に陥れたいあるんだよ、多分。恐怖のどん底ね。そうそう、あとほら秋田美人とか言ったりもするから、なんかやっぱり、あ、確かにロシア女が意外といるんじゃない？お隣の新潟とかやったらね、あの空港でロシアから来るときに通ったりとかするから、ちょっとね、新潟はロシア人が多いっていうのは知ってんねんけど、まあでもそのつながりで秋田も多いんちゃうかなと思ったりするけど、なんでピロシキーズになったんやろっていう不安もありつつも、でもちょっと今日は全力で秋田県をアピールしていこうかなと。味わっていきたいと思います、うん、全然知らんから、なんかそこ教えてほしいかも。その本当に関西住んでたら秋田県の情報って、生ハゲと秋田美人とこの秋田小町とか、秋田県と秋田県、秋田県、秋田犬です。秋田犬、俺もずっとこれ秋田犬なんですね。秋田犬って言います。秋田犬って県じゃないんや。そうです、秋田犬。かわいい。なんか心細さがやっぱなんかすごい、ね、どうしたん、急に。おっぱい飲みたいな。いや、やめて、やめて、おっぱい飲まないで、やめろ。飛んできた。かまねえよ。見て、うちの大好きなビールもあんねん。秋田枝豆ビール。枝豆が入ってるってこと？秋田県って枝豆？え、まず待って待って、ちゃんとおさらいしたい。これは枝豆ビールっていうことなんだけど、どういうことですか？枝豆を、ビールに混ぜてる。そのまんま。そのまま秋田県で採れた朝採れ枝豆を混ぜてる。まあ一応なんか今聞いただけだとすごい浅はかな発想だなと思うんだけども、なんか意味は分かる。だってさ、ビールって枝豆と食べたら美味しいやん。ってことはそれとそれで合わしたらもっといいんじゃないか。まあ合うやろうなとはなんとなく思うけどな。ロシア人も日本に来て枝豆出したら大体喜ぶのよ。あのロシアってひまわりの種食べるから、うん、ずっと、うんうん、ほんとひまわりの種族なんですよ。だからひまわりの種がない日本に来た時にはもうあれをずっと、うちのおばあちゃんもずっと、あ、もうあれをひまわり代わりにもうずっと食ってたから。ちょっとどんな感じか飲んでみようか。これまさか中に本当に浮いてるとかじゃないですか？まあそんなことがないのはこうやって見ればわかる。浮いてはない。でも濃いな、結構濃くない？あんまり今んとこ枝豆はわからん、感じないね、うん、ちょっといただきます、
いやでもな、なんで吐き出してんの。いやいや吐いた時、吐いた時、吐いた時、吐いた時にあのどっちかっていうとビールを飲んで枝豆をつまんだ味じゃなくて、枝豆をつまんでビールを飲んだ後でって吐いた息な感じにはなってる気する。ちょっといやすげえ難しいな。なんかすげえ難しいな。だからビールの方が強いけど、ほんまかほんまかなんとなくおる気がする。めちゃめちゃフルーティーな、あのあっさりしてんな、あっさりした味になってる。普通に美味しい、ビールとしては美味しいわ。これあれゲップは NG ですか。やめろや。やめろや。一応秋田県のイメージを壊してはならないと思って壊さないで。え、めっちゃ美味しいこれ。あ、いいね。なんかつまみたいね。つまみたくなってきた。あ、すげえ。すごい、こんなのがいきなり気が利く。中堅八甲の故郷大館市、渋谷のものなの。八甲、八甲が秋田県、八甲って秋田犬なんですよ。あ、そうだ、柴犬じゃないの。 あれ柴犬じゃなくて、柴犬やと思ってた。これはあれですね、あの枝豆そのものじゃなくて枝豆の形をしたスナックですね。あ、でも思ったよりもサイズ感がちっちゃくて可愛かったわ。じゃがりこみたいな、見えたかな。めっちゃでかいのかと思ったらめちゃめちゃ小さい。そうかわいい。じゃあいただきます。乾杯。うんうん、進む進む。あ、これうまいわ。でも美味しい、やっぱビールに合うねこれ。いや、これビールにすごい合う。でも知らんかった、なんか秋田県がなんかもう枝豆を押してんの知らんかった。多分一生知ることもなかったと思う、このままでは。だからちゃんとこれ来てよかった。じゃあまあ今回はちょっと塩麹と炭火焼きかまします。イエーイ。あ、めっちゃいい匂いする。あ、ほんまや。あら、めっちゃ綺麗な色してる。ご飯の上に乗せてるうまいやろ。あ、美味しいやろな、いやでも俺最近ご飯なくこういうの食べるのにハマってるからちょっと食べますね。ご飯なく酒を飲んでんの、うん、酒飲んでこうタンパク源のあるおっさんやな。はい、外れ、はい、失敗。今の開け方こう開けないといけないでしょ。何度も説明してんのに。分かってます、分かってます。みんな知ってました。お箸開けるときはこう開けたら周りに迷惑だから、やからマナーとしてはこうです。以上でございました。もう最低。いやそうや、そうやってカメラ回ってない時にこうやって開けるくせに。俺そんなことない。ちゃんと、あ、こぼした。ほら、上品じゃないよか。とりあえずいただきます。あ、まっ、鶏の味がしっかり感じられる味付け。まあ、鶏やからな。うん、いや、なんかなんていうの、そのあの変にさ、塩辛いとかないのに、ね、そう、うん、美味しいわ、ほら。炭火焼きもちょっといきます。うん、ビールってうまい、ごめん。あ、俺炭火焼き派や。あ、美味しいでしょ。炭火焼き美味しい。めっちゃ炭火めっちゃうまい、これ。油となんかこう、肉のバランスがちょうど不快にならない、ずっと食べ続けられるぐらい。これ温めなくても美味しくいただけるような。あ、ほんまや、それ温めてないけど、うん、全然美味しい。ほんでさ、これさ、バナナジュースじゃない前のやったやつ。私たち、あの15万人記念だったかな、あれ確か。で、うんうんうん、あのバナナジュースの一日店長やったじゃん。え、やった。そう、あの会社が秋田県でもなんかこう売るらしいわけよ、バナナジュースを。コラボってこと？なんやと思う。これ？そうなの、枝豆がバナナと一緒になってるやつ。枝豆ジュース、バナナ枝豆ジュース。え、多分枝豆すりつぶしてるんじゃん。まあ、ちょっと飲んでみようよ。まあ、でもビール美味しかったから。でも別に緑になるわけじゃないんだね、これ入れても。とりあえずいただきます。いただきます。これは枝豆の味するわ。めっちゃするな。これは枝豆。もうだな。バナナ枝豆みたいな。そんな。何それ？何それ？もうこれはしっかり枝豆やわ。しかも、でも俺これめっちゃ好き。あ、でもすごい、あの。これ美味しいわ。息するとすごい枝豆だわ。これめっちゃ枝豆。
もうなんならこれとこれ行こうかって感じになるもん。でも健康的に良さそうじゃない、なんか豆入れてんの。これなんかすごい今更なんですけど、砂糖とか入れてない？あ、入れてないです。一切入ってないんだ。え、砂糖入ってない、まあ、なんか砂糖とか入ってんのかなと思って。めっちゃ重くない？え、すごっ。美味しいわ。でもこれ美味しかった、俺結構気に入っちゃった、うん、これえどこで、秋田県で飲めるんですか？一日店長腐敗されたバナナジュース屋で。あ、2月表参道のあそこでこれが飲めるんだ。あ、そういうことね。私たちがやったところでまたなんか秋田の名産としての秋田の、これ秋田の枝豆使ってるんですか、それともその辺の枝豆ですか？秋田の枝豆。ちゃんと秋田の枝豆、嘘ついてないですか？足りてなくなっても、なんかあのイオンの冷凍の枝豆でええやんとかってなってないですね。これ私たちが言うからには絶対そういうことしないと誓ってくださいよ。ダメ、ね、ダメですよ、これ責任取りませんから、ね。はい、じゃあピロシキーズがの監視のもとちゃんと秋田の枝豆を使って作ってるやつを東京の表参道で飲めますので。あんたでもこういうの飲んどいたらなんかおっぱいも大きくなりそうやし。ならねえよ、全然ならねえんだよ。最近なってきてるやん、あんたの枝豆。嘘つけよ、枝豆っておっぱいじゃねえじゃねえか。乳首の話しちゃう。失礼。失礼しちゃった。そう、まあちょっとやっぱりなんか撮った後で思ったけど、秋田県にちょっと謝罪だけしとこう。お前だよ。お前だよ。大変申し訳ございまん。ぽ。もう最悪。謝ってきじゃねえかよ。ちゃんと謝んなよ。ごめんなさい。すいません。めっちゃ美味しかった。でもそれはまあ秋田県かピロシキーズ選んだのが悪いやん。